神戸の皆さん、そして神戸が気になる皆さん、078ニュース脇浜のり子です。今年で41周年を迎えるライブハウスチキンジョージ、存続をかけて5月にクラウドファンディングを決断に至るまでの経緯など、チキンジョージについて迫っていきたいと思います。それでは078ニューススタートです。気になる情報を映像でお届けする078ニュース、あちこちに散らばっております神戸のニュースの集約点を目指してお届けしてまいります。一緒に番組を盛り上げていただくコメンテーターです。神戸ジャーナル編集長の大橋和馬さんです。大橋です、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。神戸もね、さまざまな情報があるから、どうやってあれ選んでるんですか、こうトピックとか。まあ、情報の提供もらうこともありますし、プレスリリースされてる、まあ、その辺から気をつけて、あと最近はネットに情報一切出さないっていうお店さんとかあんまないですね。Facebook に上げたりとか、インスタに上げたりとかってあるので、やりやすい環境にはなってますよね。あ、なるほど、うん、そこから情報をこう集めていって、そうですね、でさらに取材してっていうことですね。はい、はい、そしてもう一人ですね、太田双葉さんです、よろしくお願いします。太田双葉です、よろしくお願いします。はい、関西大学の、ね、現役の学生ということですけれども、この、まあ、コロナ禍での大学生活ね、どうですか。私も学生たち、私今大学で教えてるんですけど、やっぱりオンライン授業とかだとね、ちょっとリズム崩す学生もいるかなっていう気がするんだけど、いやもう昼夜逆転してしまう人とかもやっぱ多いんですけど、友人とか多いんですけど、私は今4回生なんですけど、4回生の子たちとかは結構自分の趣味を見つけたりとかして新たに挑戦したりとか、まあこの機会に時間があるときに自分のしたいこと、まあ例えば起業するなりっていう子もいますし、まあ私自身もずっと絵を描いたりとか、何か作るのが好きだったんですけど、またそういうのに挑戦し始めています。なるほどね、4回生ぐらいになるとね、そうですよね、逆に時間ができたっていう感じでね、そうですね、かもしれないですね。1年生とかね、1回生がちょっとね、かわいそうですね。ちょっとやっぱ基礎を学ぶ時期なので、その時にオンライン授業というのは、まあ、吸収できるものもなかなか吸収できないのかなという感じに思いますね。そうですね、でも学生さんには本当頑張ってほしいなと思っています。さあ、今日の特集ですけれども、神戸三宮の地で今年で41周年を迎えますライブハウスチキンジョージ、存続をかけて5月にクラウドファンディングを行ったんですね、その経緯などチキンジョージの思いに迫っていきたいと思います。私は木浜のり子が気になるニュースをピックアップするニュースレビュー神戸、神戸ジャーナル掲載の記事を中心にピックアップしていきます。今回最初に紹介する記事はこちらです。神戸ジャーナル5月31日掲載、神戸の魅力を伝えるデジタル写真アーカイブウェブサイト、フォトポートがオープンしている。神戸市が今まで広報写真として撮影した神戸の魅力ある写真をオープンデータとして公開するウェブサイト、フォトポートを開設しました。これまで神戸市では広報用で撮影した昔の写真を長田区にある双葉学舎のアーカイブ写真館でデジタル化してきました。そこで所蔵する膨大な写真を中心に、市の広報媒体で使用していた写真などおよそ2500点をフォトポートで公開しています。写真は順次追加されている予定です。追加されていく予定ですね。はい、大橋さん、これはなかなかいいニュースじゃないですか。そうですね、過去の写真を手に入れようとした時に、これもって大体新聞社とかにこう言ってね、貸してもらえませんかとか、買わしてもらえませんかとかっていう話になってたんで、実はこんだけ持っとったんかいっていうのがね、改めて分かったというか、オープンデータってことで、いいことですよね。いいと思います。本当になかなかね、こういうもう写真撮ったまんまそのまんまも利用されないということが結構ある中、こういうふうにね、オープンデータとするといろんな人がまた新しい使い方ができるかなと思うんで ね、はい、これまでは双葉学舎で、公開してたという話、ね、はい、別に双葉さんとは関係ないですけれども、どう思いますか、このニュースは。そうですね、いろんな写真がアーカイブで出されたということで、
で、まあ、昔の神戸の写真とか見れるのであれば、うん、あのそういう昔の写真と今の、あの現代の写真を見比べて、こういうふうに成長したんだなっていう成長過程も見れるし、うん、その写真を見たきっかけで神戸に訪れる人が増えてくれたらいいなと思います、うん、そうですね、うん、あとほらあの大学の発表プレゼンテーションとかで、はい、なんか写真が欲しい時とかあるじゃないですか、ね、そういう時にこうこれが昭和40年代の神戸の港ですっていうのをそういう使い方をしていいってことですよね。そうですね、うん、あのまあ、特にあの神戸震災がありましたので、うん、まあ、そういう情報が、まあ、表に出るっていうのは、うん、あのまあ、語り継ぐっていう意味でも、うん、すごくいいことだと思いますね、うん、はい、利用規約さえ守れば誰でも使えるということだそうです。神戸の、ね、情報を広めるには絶好のサイトじゃないかなと思います。では、もう一つ気になった記事をご紹介します。こちらです。神戸ジャーナル5月27日掲載、蘇州園でマンゴー尽くしのマンゴーアフタヌーンティーを開催、マンゴーパフェやマリトッツォも期間限定で登場。東灘区にあるザ・ガーデンプレイス蘇州園で旬のマンゴーをたっぷり味わえるマンゴーアフタヌーンティーが開催されています。マンゴーパフェやマリトッツォも期間限定で登場するという、これは美味しそうな大橋さんニュースですね。うん、そうですね、蘇州園での結婚式とかね、そう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 、まあ、夜ディナーとかおしゃれですよね、うん、印象が多かったんですけど、うん、最近はアフタヌーンティーで、ほうほうほう、まあ、少し価格も抑えて、うん、まあ、女子会とかですね、まあ、ランチ会というんですかね、そういうのも、お昼をこう有意義に過ごせるというか、まあ、そういうコンテンツになるかなと思いますので、うん、この機会に行ってみてほしいなと思いますね。蘇州園は歌舞ちゃん行ったことある？いや、ないんですよね。もう全然知らない？聞いたこともない？で、あらあらあら、阪急のね、三影駅のちょっと山の方にずっと上がっていくと、蘇州園、あれもともと何の建物だったんだって言ったかな、ごめんなさい、そこ調べて忘れてましたけどすごくね、何 和風の建物というかですよね、どこかの社長さんが、なんか、まあ、その資産家のあれ、ね、でしたかね、和風か、その、うん、素敵な建物があってですね、蘇州園という名前で、私も結婚式の司会なんかでね、行ったこともありますし、食事をしに行ったこともあるんですけど、もう蘇州園に行っただけですっごいリゾートに行った気分になります。そんな豪華な感じの、豪華な感じです。さらにこれはね、ふたばちゃんに聞いたら分かると思うんだけど、このマリトッツォって何、はい、なんかね、シュークリームに似た感じのものになるんですけど、なんか最近、はい、突然マリトッツォマリトッツォってみんな言い出したよね、周りで。そうですよね、もうここ数ヶ月ですよね、はい、あ、ほんとほんと、そんな感じがする、ね、なんかもう、うちの母もこういうの大好きなんで、うん、もうなんか食べたい食べたい言って家で言ってました、ずっと。マンゴークリームを合わせてるんだって。あ、マンゴークリームなんですか。あら、へえ、あ、絶対美味しい。大橋さん、マリトッツォに対して思い入れは？あ、いや、まあ、まあ、そうですね、まあ、すい、まあ、好きですよ、まあ、好きですけれども、うん、思い入れはというと、まあ、そうじゃないですかね。いや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 、最近いろんなその、うん、カフェとか、うん、神戸たくさんスイーツ屋さんありますけど、うん、そういうところでも結構出してるんですね、マリトッツォね、はい、さっき話聞いてたら、山崎パンですか、うん、もう出してるんですかね。へえ、気軽にマリトッツォを楽しめるっていう状況になったので結構女性の方ね、から結構聞きますけど、ね、最近はマリトッツォ、うん、マリトッツォ、うん、マリトッツォやとは言ってないかあ、こういう感じです。いやいや、聞く聞く、マリトッツォってね、うん、という、これも蘇州園で、いただけるということなんですけれども、はい、ザ・ガーデンプレイス蘇州園のこのマンゴーアフタヌーンティーに関しては、期間は7月11日までということです。お一人3500円ということですよ、うん、はい、興味のある方ぜひ。以上、ニュースレビュー神戸でした。ここからは特集です。今回取り上げるのはライブハウスチキンジョージ。神戸三宮の地で今年で41周年を迎えるライブハウスチキンジョージ、もう私も何度も足を運んでいます。神戸市民にとって切っても切り離せないライブハウスですよね。そんなチキンジョージが存続をかけて5月にクラウドファンディングを行いました。
もう限界ですという、ね、ワードが非常に衝撃的だったんですが、このクラウドファンディングをする決断に至るまでの経緯やコロナの影響など現在の資金情勢について経営者の小島さんにお話を伺ってきました。初めてチキンに行った時、神戸にこんなすごいライブハウスができたんやいう、あの衝撃のは今もはっきりと覚えてます。なかなかあのチキン常時に出るっていうのはステータスですごく敷居が高い印象がずっとありまして、そんなあの憧れのライブハウスです。その箱のなんかあのステータスとして出るという雰囲気に、まあそういう名前が歴史に残ってるということで、チキン常時を出るよみたいな感じで、本当になんかあのあったかいお客さんがたくさんいるところだし、あのライブも本当に楽しくできるし、素晴らしいライブハウスだなと思っております。今までいろんな人と出会ったけど、あの3兄弟が誰よりもロックやろ。いや間違いない、間違いないですよね、ほんまにね。長生きしろよ。著名な数々のアーティストから愛され親しまれ憧れのステージとなっている神戸の老舗ライブハウス、神戸チキン常時。今年41周年を迎えたこのライブハウスも、このコロナ禍の中経営難に陥り、クラウドファンディングを行いました。コロナ禍になって、まあ、これ2年近くなるんですかね、まあ、当初からいろんなことは考えてたんですけど、まあ、どこの、ミュージシャンにしても、まあ、僕たちだけがしんどいんじゃなしに、まあ、他の方も結構困ってはるやろうというので、なかなか踏み切れんかったところはあるんですけどね、まあ、ここに来て、まあ、緊急宣言どんどん重なってきて、もう先が見えへんの違うかなというようなところから、まあミュージシャンの方々もちょっと応援、させてくれへんかっていう所得の声が結構大きくなってきたもんで、まあここは一つ、まあ、40年やってきたもんですから、そういうお付き合いもあって、まあ、やってみようかと、まあ、最低限の金額、まあ家賃等人件費等、そこをクリアするには、まあ、1500万っていう数字をつけさせてもらって、はい、行わせてもらいました。はい、クラウドファンディングという選択を取るほど追い込まれたチキン常時、現状はどのような感じなのでしょうか。そうですね、ほとんどもライブもほぼできてないですね。で、まあまあ、移動とかも制限される中で、まあ僕らもちょっとやっていいものかっていう戸惑いもありますし、まあその中でまあ感染対策などはもうきちんとさせていただいて、まあね、ちょっとやっぱり希望があればできる限り、あのアーティストの方も生活かかっている方もたくさんいらっしゃるんで、まあ会場としてはまあできるだけ公演はやりたいなとは思うんですけど、ただちょっとできてないっていうのが現状ですね。本当に戻っていくまでには時間かかるやろうなと。こんな状況のチキン常時を応援しようと、クラウドファンディングでの目標金額に上げていた1500万円という数字は、開始してたった2日間という驚愕のスピードで集まったのです。いや、やはりびっくりしましたね。そこまでね、到達するっていうのもなかなか、まあ期間を2ヶ月取ったんですけどね、まああの2日間っていうのはなんかもうコメントを見ててももう涙が出るぐらいの、思いで、読ませていただいてて、まあそこからずっとねつながってきてるんで、本当にありがたいなという。はい、いろんなアーティストさんとかも情報でね、拡散で協力していただいたり、まあ、それこそアーティストの皆さん自体がもう支援してくれたっていうのもすごい大きかったと思いますね。支援してくれたというアーティストはどんな顔ぶれだったのでしょうか。
騎士団、菅氏顔とか、だいたい年に一度来てもらえるアーティストって決まってるんで。そうですね、だからしばらくやってないところで、うん、あのアジアンカンフージェネレーションのゴッチさんとかが、うん、こう昔あのチキンジョージでやった時のなんか思い出とか、うん、そういうのも書いてくれて、でそういうのでね、うん、情報拡散してくれたんで本当にありがたかったですね、それは、はい。コロナ禍の中でも何もせずじっとしていたわけではありません。去年6月にライバル同士という神戸にある有名ライブハウス4店舗が協力して無観客ライブ配信ジャッジメント神戸というイベントを行っていました。いやすごい、うん、好評で、好評あの画期的な、まあ、4つのライブハウスが、ね、一体になってっていうようなことでは、うんうん、コロナになって、うん、やっぱりあの一緒にするよう特にね、うん、こうやって一緒にするようになったんでそこからやっぱり余計じゃないですけど、うん、今まであの何かしようってなったらやっぱりあの誰が先頭に立つのかとかあのお金の部分でどう割り振るのかとかあったんですけどやっぱりそのコロナになってやっぱ協力っていう形で4会場が集まったんで、うん、もうそういうねなんかそれこそお金どうのこうのっていうのもなかったですし、うん、みんなでやっぱり神戸を盛り上げないとっていう気持ちで、うん4会場がやったので、なんか団結力じゃないですけど、うん、すごいものが生まれたんじゃないかなとは、はい、思いますね。じゃあ、あのイベント結構今までの流れでいうと大きいことだったんですか？大きかった、ね、大きい僕らにとってはかなり大きかった、うん、神戸にとってですかね。神戸がね、他の町であれを、ね、できるかって言ったらなかなか40年以上この神戸の街でライブハウスを営んできたオーナーの小島さんが今思うこととは。僕らがやっていかないかんしめって言ったら今からまた若いミュージシャンなんかを育てていかないかんなと、はい、そういった部分で気楽にねもう寄ってきていただいて、この演奏をしていただける場所を今後も続けれたらいいなと、はい。ということでね、チキンジョージがクラウドファンディングそしてそれがなんと2日間で目標額達成してしまったというなんかこうチキンジョージに寄せる皆さんの思いが伝わってきますよね。うん、正直すごいスピードで積み上がったなという思いがありますね。うん、あとライブエンターテインメント市場って、まあ、あの年々こう上り調子だったんですけれども、うんまあ、そのタイミングで、まあ、コロナということなので、はい、なんとかこう回復してほしいというか今後盛り上がってほしいなと思いますね。うん、なんかこんなにこうダッとみんなの支援が集まったのは どうしてだと思います？大橋さんは。まあ、まずこう歴史がやっぱ長いですね。はい、まあ、それはまず一つあります。うん、あとさまざまなミュージシャンを、まあ、受け入れてきたっていう、まあ、土壌というか、うんまあ、オーナーの思いが数字というか、まあ、金額に反映されたのかなというふうに思いますけれどもね。そうですね、ここに育ててもらったんやっていうような、ね、思いのアーティストもいるかなと思いますもんね。はい、さあ双葉ちゃんはどうですか？チキンジョージのことはどんな風に受け止めてますか？はい、そうですね、私は中に入ったのは、まあ、この前一緒に行かせていただいた時初めてだったんですけど、うんうんまあ、すごい皆様に愛されてるライブハウスだなというふうに感じました。41周年ということで、うん、神戸でまあ、阪神淡路大震災も経験されて、うんまあ、今回コロナっていう大きな、まあ、壁があって、うんまあ、阪神淡路大震災乗り越えてのコロナ、うん、で、まあ、41年間もやってきたからもうこのまま頑張って乗り越えてほしいなと思います。うん、そうですね、なんかジャッジメント神戸の話が出てたでしょ。あれ去年の6月にやったんですね。でこれ、まあ、神戸の4つのライブハウスライブハウス本来はいつもは競い合っているわけなんだけれども、まあ、今回一緒に何かやろうということで協力し合った無観客ライブ配信だったんですけれども、小島さんおっしゃってる、まあ、神戸やからできたんちゃうかなっていうのはやっぱり震災っていうのがあったんじゃないかなと思うんですよね。そうですね、うんまあ、結束がやっぱり強いですよね。うんうん
なんかピンチの時ってやっぱり協力し合わないとなんか前に進めないというか乗り切れないっていうのがね、あったのかなと思うんですけれども、さあ、そのチキンジョージのクラウドファンディングね、クラウドファンディングというとリターングッズがありますよね、お返しにこういうものがありますよということで、少しねどんなものがあるかご紹介しておきたいんですが、まずフェイスタオル、ね、復刻ロゴなんですって。こんなロゴやったかな、ちょっと私もこう思い浮かべて見てるんですけれども、復刻ロゴのフェイスタオルということですね。それからこれも復刻ロゴの T シャツがあります、はい、そしてポロシャツもあるんですね。復刻ロゴポロシャツもありますで、セットもあるんですね今の、はい、タオルと T シャツとポロシャツのセットということもあるんですね。私もあのほんの少しだけなんですけれども、あの支援させていただきましたけれども、ちなみにですねちょっと変わったところではこのリターンなんですが、チキンジョージオーナーの伝説の小島さん兄弟と飲みに行ける券があるそうですすごいです、伝説なんですね。いや、やっぱりね、小島さん兄弟もチキンジョージといえば、まあ、小島さん兄弟というね、うん、今のマサルさんは次男かな、そうですよね、うん、次男だと思うんですけど、聞いたことないですか、タマちゃん。いや、ないですけど、なんかあの他の人に聞いたら、うん、あ、有名な三兄弟のことだよねって言われて、うん、あ、結構浸透してるんだなと思いました。いや、だってもすげえロックなあのアーティストにロックな三兄弟って言われてましたもんねそうなんや、それなんかミュージシャンの中では有名、一般の人もしてたんですかね。どうなんですかね小島さん兄弟というね、はい、でもまあ今回ねその三兄弟のまあチキンジョージがですね、もう本当に存続をかけてっていうのがもう本当に本音だったと思いますね、うん、で、クラウドファンディングを行ったということでピックアップしてみました、ぜひねあのチキンジョージだけではなく神戸のライブハウス進めて、それから神戸の音楽シーンをねこれで支えていっていただけたらなというふうに思います。以上今日の特集でした。お送りしてきました078ニュース、今日の特集ではチキンジョージを取り上げましたけれども、双葉ちゃんなんかその音楽ライブ行ったりするんですか。いやー、頻繁には行かないんですけど、うん、一度だけあの、うん、大阪のライブハウスの方で海外アーティストの方の、うん、あのコンサート行ったんですけど、うん、まあそれが初めてのコンサートだったんですけど、すごい我を忘れるぐらい、うん、あのすごいノリに乗ってしまうので、本当にまた行きたいなと思っています。我を忘れたわけですねなるほど、まあ、なんかライブハウスって我を忘れに行く感じはありますよね、マスさんね。あの音がね、体に響いてくるっていうのがね、やっぱ全然違いますよね、うんうん、僕も大学生の時にライブ結構行ったんですけども、うんうんうん、あのライブしたんですよ、僕お客さんですけどね。ダイブ最近ダメになってるかわかんないですけど、ダイブしたんですよ、うん、足掴まれたんですね、うん、で蹴りまくって、うん、降りたら足引っ張ったやつのね、背中に竜が2匹泳いだんですよ、はい、うん、でそのライブストップ途中で帰ったんですけど怖くってあ、それ帰ってよかったかもしれないですね。あんまり人を蹴ってはいけません、はい、ということであります。ということで078ニュース、今日はここまでです。またお会いしましょう。